スナっていこうぜ。真ん中だから真ん中大丈夫？はいはい、今だ、チャンスチャンスチャンス、今だ、やれ。シュチ攻撃、シュチ攻撃、シュチ、どっち、こっちだ、もうちょっと行くぞ。ゴリスイング、よし倒した、よしセイ倒した。次レーンだ、頑張れ。はい、こんにちは、バーチャルの前原です。はい、今日はですね、スナックワールドトレジャラーズゴールド、これでですね、遊んでいきたいなと思います。はい、はい、スナックワールドトレジャラーズゴールドはこの 3DS 版から進化してグラフィックもすごい良くなったよね。そうだね、うん、今回ですね、アドベンチャーモードをマルチプレイでやりたいなと思いますね、うん、はい、それで対決するのが精霊姉妹。そう、これがね、ストリーモードでね、大変だったからね、とてつもなく強かったよ。そうそうそう、今回ですね、これをマルチで倒したいなと思いますね、はい、ということで今ね、フレンチトースターの城の前にいるんですけれども、このスナックワールドトレジャーズゴールド、これなんとですね、ジャラが同梱されてんだね。うん、はい、こちらですね、クリスタルソード Z アルファ。そうだね、じゃあこれを開けて占いテントで読み込んでみましょう、うん、で出てきたらラッキーだね。そうだね、はい、じゃあやってみましょう。さあ、お、あ、いいじゃん、お、わ、めちゃくちゃかっこいいじゃん。読み取りをババでジャラタッチしましょう、うん、でパパもやるからね、ジャラタッチして頼む、確率アップ中だからね、うん、クリスタルソード Z アルファ。すごいぞ、キエー言ったけど出てくるかな、宝箱一つだ、どうかな、あーいいよねチップ、残念でした。パパはどうだろう、パパもいいよねチップだった、あ、うん、ほぼ同じ内容だったね、うん、ちなみにパパはね、あのテーブルモードでやってますんでね、はい、今ね後ろに見えてる画面はエイシン君の画面ですね、うん、はい、近くの人、まずは近くの人と協力だね、うん、僕が部屋作ります、はい、部屋作ってください。じゃあパパがそれで一緒に入る感じかな、うん、出会いのバー移動しました、はい、やってきたけど、あ、バーに移動するよ、うん、じゃあ来たー、来ました、パパいます、ここに。ちょっとパパの服装見せてあげてよ。おお、パパすごいいい感じだね、ちゃんとね、あの鉄の鎧みたいな着てんだよ、うん、僕の服はあの普通の服だけどレベルアップした青にしました。ああ、そうなのね、うん、はい、じゃあこれでアドベンチャー行きましょう、うん、アドベンチャーで精錬姉妹討伐への道だね、うん、はい、実はね、ここまで、1章2章3章とですね、ゲームチャンネルの方で公開してますんでね、うん、精錬がめちゃくちゃ強かった、精錬姉妹ね、もうほんと苦労して、エジン君のやつはね、パパが協力してなんとかできたんだけど、うん、パパの方で全然クリアできなくてさ、そうだよね、1日ぐらいずっと頑張ってたんだけどね、ほんと競泳だったね、ほんと大変だった、うん、はい、じゃあこれ行きましょう、はい、今回は2人だからね、うん、頑張っていきたい。パパ準備 OK だよ、うん、エジン君も準備 OK、 行くぞ、いいわよ、お、パパオークさん、そうだね、あれ、エジン君は何、ジニー、ジニー、うん、だってあれ案外ね、相手を踊らせてその隙に攻撃できるから、まずはババロア平原北を抜けていく必要があるね。パパ上見てたけどこっちは見たから、パパ自分の画面見なきゃいけない。結構ね、あのね、武器とか強化した、僕も武器強化したよ。でもバトルアックスがね、パパね、レベル4だよ。お、バトルアックスレベル4、うん、レベル4だから、セイレン姉妹ね、結構効くと思うんだよね。ピコピコハンマー、僕レベル3だよ。あ、僕もレベル3。ピコピコハンマーレベル3だった。え、どこ行った？あ、いたいたいた。あとね、サタンソードパパゲットした。お、え、サタン、うん、サタンソードすごいね、パパ。じゃあ僕先に行っちゃうよ。あ、わかったわかった。じゃあ行っちゃって。いけるもん。いけるか。いけるもん、いけたいけた、よかったよかった。こっからだよ、はい、来ました、ミネストフォレス ト、ここが結構大変なんだよね、うん、これ別行動できんのかな、うん、そうじゃない、ちょっと一回回復しとこうよ、うん、よし、オッケー、オッケー、いらっしゃいませ。さあ、別行動できるんだったら別行動した方がいいね、
パパが集めていって、ずっと集めていく。そう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 。でも、なるべく同じ行動した方がいいんじゃないの？まあ、仲間がそうだよね。強い強い強い。パパどこなの？パパどこなの？うぃー、ボン！行くぞ！どこなの？効かなかった。さすがに敵が多いと。あ、大丈夫？ジミン！お、パパの奥はやれてた今。パパの奥はやれてたね。あ、次のフライの道を発見！あ、じゃあ行ってください。うん、あ、助かるわ。こういうのはマルチプレイだと楽ちんだ。別行動でね。僕なんかオール黄色って感じなんだけど、武器の黄色で。そうなの？大丈夫、ゼロに見えるけど。あ、やられた。やられた？パパ、助けに来て。どうやって？ここだよ。わ、あと何秒ぐらい？やばい、ジニーともやられる。ちょっと頑張って耐えて。頑張って連打、エイちゃん。頑張って連打。ジニーズ！ジニーズ死んじゃった？でもジニーズはまあ大丈夫でしょう。どこ、エイちゃん？いた。ああ、よかったー。これね、次のフライ進めば復活できるようになってるから。あ、そうかそうか。しばらく一緒に行動した方がいいのかな、じゃあ。あ、やった！次のフライの道を発見。あ、本当に？じゃあお願いします。やったー。いやー、楽ちんだった。うん、じゃあここで一旦回復。あ、これ。回復、カムバック？ジニーズさんが。あ、よかったねー。復活ー。よし、じゃあこれで、回復したと。OK です。じゃあこれで、セイレン姉妹だね。うん。待って。パパ待って、一旦。はい。バトルアックスにしとこう、パパは。パパ行ってください。はい。じゃあ行くぞ。勝てるかな？絶対に勝とう、パパ。いや、すごい強いからね。出た、セイレン姉妹。はい、じゃあどっちから行く？セイから行くか。いや、うわっ、ちょっと待って、めっちゃ強い。あ、いきなり回復した？いきなり回復したね。なんで、今歌ってた？あ、今歌ってた。いきなり歌ってた。やばいやばい。せいや。オッケーオッケー。ダメ。じゃ。そろそろこいつ歌って。あ、やばい。あ、そろそろあれだ。霧かな。あ、違うな。ハリケーンだ。ハリケーンは真ん中から外に吹いてくるから気をつけて。ハリケーン。やられた。やられた。ハリケーンで。よし。近づけた？うん。復活した？大丈夫？あー、しまった。誰か力尽きてるよ。うわ。誰？オーク、パパの。オークか。OK。じゃあ、オークスだ、オークス。ういういうい、あ、うっそ、効かなかった。どっちせ、こっち？うん。あー、ヒールドリンクはもうなくなった。早い。やばい。コロンコロンコロン。やばいな。結構攻撃がすごくなってきてる。うわ、強い。やばい、次食らったら終わりだ、これ。あ、逃しちゃった。あ、やばい、パパも死んでた。あー、うそー。うわー、強い。しょうがない、じゃあもう一回やろうか。うん、エジングね、さっきね、なんか足りなかったんだよ。うん、これ言わなきゃいけなかったよね。あー、確かに。砂っていこうぜ。はい、行きましょう。うん、今度こそいけるはず。行くじょう。さあ、もう一度セイレン姉妹だね。はい、倒しましょう。頑張って。まずはパパ、こんなの使う。あ、レーンになってるね。まあ、レーンからでいいか。あ、セイになった、セイになった。あ、セイにする。どっちにする。セイにした方がいい。セイにする。はい。
どこ？せい、せい。せい、ここや。どりゃ、はい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 。パパ、レーン攻撃してる。あ、せいだよ、パパ攻撃してんの。これ、レーン。せい。せい、せい、せい、せい。どりゃ。せい、せい、せい、せい。あ、またゼロになった。どうしたら？霧かな？キリかな？キリだ。オックスどこ行った？オックス。オックスなんか効果ついてる。オックスオッケー、近くにいた。オッケー。はい、こちらで。オックスをこちらで。オックス大丈夫かな？真ん中だから大丈夫だった。真ん中大丈夫？ギリだね、そこ。やばい、すごいすごい。すごいギリ。でもジニーズがダメージ食らってるよ。やばいやばいやばい。せい、どっち？せい、そっちだ。はい、はい、はい、はい。今だ、チャンス、チャンス、チャンス、今だ、やれ。集中攻撃、集中攻撃。大丈夫？せい、どっち？こっちだ。でもちょっと。行くぞ！ゴリスイング！よし、倒した！よし、せい倒した！次、レーンだ！頑張れ！よし！回復忘れないよね。どりゃどりゃどりゃ、どりゃ。ジニスなんか光ってたけど。はいはいはい。ドリアー。お、なんか敵出てきた。そうそうそう、相手パワーが減ってくると敵が出てくる。気をつけて、宝箱ゲットしとこう。はい。レーン、覚悟！ドリア。ふん。何よ。はい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 。はい。あ、逃げた。あれ変えられない。うわどりゃ。おしおしおし、決まってる決まってる。えいえいえい、もうちょっとだ、頑張れ。倒すぞ。私がとどめを。どりゃどりゃ、やったー。よっしゃー、倒したー。やったー。おっしゃー、レベルアップしたね、しんくん。よかったねー。さあ、何か落ちてない？何もしてないか、うん、はい、じゃあ帰りましょうか。いやー、倒してよかった。よかったねー。やっぱ2人でやるとストーリーより全然簡単だったね。うん、全然ね、うん、あの負担が少ないっていうか、なんか、うん、あーよかったー、勝てたよー。すごいお金ゲットしたじゃん。さあ、目玉報酬、まあもうそうだね、ゲットしちゃってね。さあ、5個あるけどどうでしょうか。ああ、出ませんでしたね。はいはい、ということで酒場に戻ってきました。いやー、倒せてよかったね。そうだね、2人で集中攻撃してね、うん、バックス、あ、バックスじゃない、アックスとピコピコハンマーで集中攻撃して倒せたね、うん、もちろん2人プレイも良かったんだけど、今回のスナックワールドトリザラーズゴールドってグラフィックがすごい綺麗になってね。そうだよね、うん、メデューサとかクラーケンとかセイレン姉妹ボスみんなさ、なんか怖かった。そうだね、リアルだった。そうだよね、うん、はい、ということで今回はですね、見事に巣って我々セイレン姉妹を討伐できました。おめでとう。よかったね、うん、はい、ということでスナックワールドトリザラズゴールドは絶賛発売中ですので、皆さん説明概要欄の方をチェックしてみてください。はい、ということで今回は以上に以上によはい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。